なんかやっぱ完全観光地やな。ほら、あれも飛騨牛のなんか美味しそうやね。え？はあ。しかも人がすごい戻ってるやん。飛騨牛丼いやなんかもうものによったら。わ、すごいな。何やろ、ほんまの店屋さんって感じやな。うまいやろな、買って帰るでもな。明日あ、綺麗な水も。人力車あ、みたらし団子や、うん、あ、五円餅持ってればな。ほら、ぜんざいや。食べたいもんいっぱいあるで、どうする。アジサイ、これ何これ。あ、これこれもあり。え、嘘、違う、これアジサイちゃうの。秋は秋でモミジできる、うん、うん、綺麗と思う。建物内ちゃうねんで、外やねんでこれな、くもちゃん。玉砂利から滑りだ。古い町並みです。見なくなった。映らへん、分からへん。ほんま観光客すごいな。ほんまのゴールデンウィーク。あれ、俺たち今日のお山は今日のお山は行けませんでした。もう昨日が元気なくて。明日頑張ります。栗まんじゅうを買いましたけど映ってない。
映らへん、影やから。鶏まんじゅう。高山バーガー食べます。12番で待ってます。はい、ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。可愛くって言われちゃった。高山バーガーです。高山バーガー美味しそうね。はい、いただきましょう。みんなな、ああやって壁につけんねん。イカ焼きの美味しそうな匂いがしてる。え？まあ、まあまあいいわ。あの骨たらもう他の人が置けるよ。いいお湯でした。